今日あえて、まあ、防衛、問題、しかもその、まあ、防衛費とか防衛装備とか日本の、まあ、防衛そのものがですね本当にどうなのかっていう、まあ、中身の話をちょっとしたいと思ってるんですけど、安保法制が通ったわけだけれども、うん、結局その最終的にいわゆる有事の際のイニシアチブがどこにあって、うん、何をどこまでできて、そのできることによってどういう帰結が生じうるのかということについてのね、うん、分析をやることは非常に重要で、うん、そうしないと僕たちは、まあ、安保法制を手にしたことによって、うん、まあ、その他もろもろその周りにあるわけだけれども、実際どういう方向に向かったのかがわからないということになりますよね。だからセルフモニタリングができないことになってしまいますから、今日の話はとても大事になりますよね。まあ、世の中が結構安全保障にその安保法制をきっかけに目が向いたというところが、まあ、はあるのかなと。でそこでぜひそこにですね答えるようにちょっといろいろと変な方に向いたと思いますよ僕あれだって。つまり例えば日本にとって安全保障でやっぱり一番今大事なのは、うん、中国がまあどんどん伸びてきているという話があって、でそれに対する、まあ、すごい強い反感があって、うん、もう中国潰しみたいなことまで言うような人もおったり、それは中国との作戦戦争のこと今研究してるわけだから自衛隊だって、だからそれやって本当に勝てるのと、うん、いうことの方がさ安保法制に比べたら何百倍も重要なんでね。そうですね、うんうん、そうですね。ちょっと余計な先に進むかもしれないけども、うんうんうん、そういうこと言ってる人ね陸上自衛隊の方やろうとしてるんだけども、うん、じゃあその制空権はどうなるんだと、うん、そう、あそこは中国にとっては台湾正面ですから、うん、最も重要正面なんであって、うん、いつもその優先的に新しい戦闘機が揃いましてる、うん、でね、台湾も400何十機空軍持ってるから、うん、中国はもうやっぱり400機程度はあそこに置い、うん、台湾正面に置いてるわけ で、うん、で東シナ海というのはその台湾正面であって、うん、南京軍区の管区ですからね、うん、でじゃあ日本は何機あるんだと、向こうは400機ぐらいいるわけですよ。でそのうち、まあ、新しいものだけでも、まあ、240かそこからは降りましょう。日本は何機あるんだったら那覇に20機それは F-15 ですか、うん、でこれからまた増やそうかという話だけど、あと1個飛行隊通過して40機、うんうん、40隊の向こうの新しいものだけ出てきて40隊240、うんうん、はい、しかもね恐るべきことはね、うん、それの数よりも、うん、そんなことを考えずにね知らないんだけですよ。例えばあれは台湾正面だからねと言うと、えっていう嫌な顔、びっくりしたような顔してね、で400機だからって言ったらね、そんなにおりますかというわけ。そういうのが防衛政策をやったりね戦略考えてみても、なんだろうね、もうアホらしくしょうがないという、まあ、ちょっと大きな、マクロのレベルで、まあ、防衛費と言われるものですけども、まあ、今回5兆円を超えたっていうのが、まあ、ニュースに、なりました。で、まあ、このように、まあ、その経済の成長とともにぐーっと上がってきたんだけど、まあ、2000年に入ったあたりから少し下がってきてたのが、まあ安倍政権になってからっていう感じですか、こうまたその増えていると。日本の場合にこの中国との対決と、はい、いうことが言われだして、それで、まあ、それを理由に予算が取れるということになってきたわけですよね。だから、ね、おかしいのは最初の頃南西諸島防衛ということを陸上自衛隊が言い出した。でこれは昔はそのソ連軍を北海道に攻めてくるということ、そのシナリオでやっとったけど、それ言えなくなっちゃってソ連が崩壊して、で、まあ、やむなく陸上自衛隊としては今度は南西だということを言い出して、でその頃ね海上航空自衛隊の連中みんなもうバカにしてましてね、もう陸上自衛隊もうとうとう困ってあんなことを言い出してというね、はい、でそれも制空権制海権が勝負じゃないかとか三分の一の分かってそう言ってる、うん、ところがね今それ言わなくなっちゃってね、うん、つまり南西諸島防衛だと中国の脅威に備えるんだと言って予算が取れるわけですよ、うん、だからそれはもう口を拭ってその昔笑ったことは言わなくて、うん、とにかく潜水艦も増やさないといけないと、16隻がこんな20隻になるとか、なんかいろいろあれさえ言えばね、予算 がつくから、結局、どんどんそっちに向かっていっちゃったという。田岡さん、今、日本の防衛装備や防衛力の整備っていうのは、田岡さんの評価だとどういうことなんですか。要するにアメリカと中国はもう、おそらく絶対ドンパチなんかやりっこないし、むしろもう仲良しなんだと実はね、まあ、日本にはあんまそういうふうにちょっと伝えられてないようなところ、まあ、日本の報道の問題もあるのかもしれないけど、日本の報道の問題ですね、うん、かなりそこは緊張感があるかのような報道があると、はいはい、で日本はすごく心配、すごくなんか出てくる話は尖閣でもし何かあってもアメリカが
まあ、その日米安保にね、そのアメリカが日本についてくれるかどうかとかっていうようなことをしきりと言うんだけど、あのそのことも含めて今の日本の、まあ、防衛の状態っていうのは田岡さんはどう評価されますか？あのね、だから防衛の状態というよりは、うん、日本人全部のメンタリティの問題、メンタリティの問題、それからそのアメリカが日本の味方で中国とアメリカが対立しておるというこの思い込みね、うん、それ根本的に違うんだから、根本的に間違ってる。例えばね、あのこういうことあってね、あのガイドライン、うん、あのあれ今年の4月の27日かな、はい、なんかね、あの合意して発表したでしょ、はいはい、あれだってね、前日にアメリカは中国側に全部ご説明に伺ってそれでね、あのこれは中国に向けたものじゃございませんということを一生懸命言ってるわけですよ、うんうん、だから日本ではね、米中 の, あの日米の同盟強化で中国を牽制って、牽制って相手にですご説明に事前に言って了解、まあ、本当に了解に近いようなことやってね、それで何が牽制じゃと、でとかそれ載らないわけです、新聞には。それからガイドラインではね、あのよくねこういうことで載ってるんですよ。ガイドラインではあの尖閣列島の防衛のことが入ったというけど、はいはい、あれはね、自衛隊がこうやりますだけ書いてあって、でアメリカはね、あの前のガイドラインからそうなってるんだけども、あの地上防衛、それの地上部隊の侵攻に対する、それに対する阻止撃退、これはね、自衛隊がプライマリーリスポンシビリティ、あの主たる責、あの、はい、一義的責任をと書いてある。でそれはね、それだともう何のために読んだかって話になっちゃうから、うん、あの役をごまかして、なんか自衛隊が主体的に対処するとかなんか訳してるんだけども、うん、でそれかこの変わってない、うん、でしかもね、前はね、前のガイドラインではね、それでもそう書きながらもね、あの米軍はね、可及的速やかに、うん、あの来園をするよ、うん、すると書いて、一応書いてある、うん、言われた、ね、だそれは今度やめた、うん、来園はしないこと。面白いですね。今の日本の防衛装備、今の田岡さんの話を前提として、つまりアメリカは中国となんかも全くやる気がないっていう前提で、でも今回の中規模とかね、その対抗とか見ると明らかに日本は中国を意識したシフトになってるじゃないですか。それがその中身をですね、まあ5兆円も使うんでね、一応それちゃんと中身どうなってるのか知り、あの正しい方向なのかどうか知りたかったので、ちょっとその辺の装備についてね、まあ、田岡さんご専門なので、あのさっきの、まあ、F-35 の話もそうだし、なんか今度日本のなんか海兵隊みたいな水陸機動団でっていうんですか、そんなのもなんか始めるっていうし、例えばその、MV-22 あのオスプレイ、はい、これを12機買うことになってるわけですよ、はいはい、これも全部高いんですね、ね、これ高いんですよ、うん、これ全部 中規模全部で17機購入だとなってるけども、はいはい、で今年度予算でもすでに5機で516、はい、でそれに516は飛行機だ、機体だけの値段で、はい、あとそのパイロット整備員の訓練費用が95億とかで611億、はい、1機当たり122億円ぐらい、はい、ね、ところがアメリカのね、その、あの、あの国防省 の、はい、あの安全保障協力局が議会に出してる、はい、その金額では、うん、17機と予備エンジン40機いろいろで、結局ね全部で3600億円と書いてあるんで、うん、そうするとね、あの1機あたり211億円ぐらいになる、うん、ものすごいものですよ、高いですね、むちゃくちゃ高い、あれね、小さいものでね、うん、あの僕騒いでるのおかしいぐらいだと思って、うん、何じゃこれはっていうね、車も積めないんで、うん、車両も積めないんで、車両も積めないです、うん、もうあの幅がね、長さが7メーター、キャビンの長さは7メーター、7メーターに30しかないんですよ、幅がね、1メーター70、うん、だから畳1畳分ないぐらいですよ、だからもう膝と膝が擦り合うぐらいで、こうやってやっと24人がかしこまってしたら乗れなくないという程度のもので、だからアメリカ陸軍があれ採用しなかったのね、あの刺激中の大きいの変な大きいの使ってるの、あれは50人以上乗れて、それで車両も積めますから、あれは何も積めないもん、やっぱり大事なのはね、ヘリコプターの大事なのは搭載力であって、スピードがちょっと速いとかね、航続距離が長いよりもそれは搭載量の方が重要ファクターで、しかも値段がね、CH4 の倍ぐらいしますからね、それ陸軍があれ採用しなかったのは当然だと思いますよ。